大会に向けた機運を高めようと、県内各地の沿岸や河川で、さまざまな生き物の稚魚などをリレー形式で放流するものです。1回目となる今回は、南西小学校の4年生およそ20人が参加し、県の施設で孵化し、南伊勢町の種苗センターで育てられた体長8センチほどのマダイの稚魚およそ5000匹を放流しました。子どもたちはバケツに入れてもらった小さなマダイを元気に育てと海に放していました。最初は怖かったけど、アトラエになったらちょっと可愛いなって思いました。とても楽しいです。どんな鯛に育ってほしいですか？大きい鯛です。魚が美味しい海になってほしいです。また今日は地元の水産業について学ぼうと、ヒレに印をつけたカサゴやヒラメの稚魚も放流されました。全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護などを通して水産業の発展を図ろうと開かれるもので、天皇皇后両陛下がご臨席されている四大地方行事の一つです。来年秋に南伊勢町と志摩市を会場に開かれ、大会までに志摩市など県内各地でリレー放流が行われる予定です。